んにちは、ちちちゃです。それでは毎週水曜日定例の僕が考えた最強の見た目選手権開催させていただきます。イエイ！それでは、前回のテーマが水タイプということでちょっと難しかったんですが、皆様の投票で決まりました最優秀賞発表させていただきます。まずは男性部門の最優秀賞が霧雨青さんの青の戦士です。二度も応募というでしゃばりな真似をしてすいません。ですが今回はどうしても応募したくて、頭同装備以外は全て元より青色の装備を使って、かつシンプルなかっこよさを出した水タイプ装備です。武器もギルドナイトセーバーにして青色で統一しました。いつも防具合成で使っている武器装備なのでかなり自信ありです。2回目なので見ていただくだけでもお願いしますということだったんですが、見事最優秀賞おめでとうございます。そして、女性部門の最優秀賞はリコナミさんからのご応募の深海のかぐや姫です。ある日おじいさんが竹を切っていると群青色に輝く竹を見つけた。そこから生まれたのはなんと女の子の赤ちゃんだった。おじいさんはその娘を連れて帰り、おばあちゃんと育てることにした。すくすくと育つその娘は時折おじいさんの動物狩りを手伝うことがあった。満月のある日娘はこう言った。迎えが来たから帰らなければならないと。そう言い、かぐや姫は迎えと共に帰ってしまった。夜の海に映る満月の向かい、深海へと。そんなかぐや姫のもう一つのお話。こんなストーリーを作り、そこから装備を作りました。この武器を選んだ理由は、右肩だけ、突起物が出ている感じが謎大きい深海の危険を表していますということでございます。おめでとうございます。はい、それでは今週のテーマ、防御力の高い装備男性部門エントリー一つ目ご紹介させていただきます。もっちさんからのエントリー、鉄壁によって無敵です。武器はパラディンランス、頭が危ない X ヘルム、胴が銀霊メール、腕がグラビド X アーム、腰が宝まといフォールド、足がセルタス X グリーブです。いかつい見た目をってことで考えました。そして防御力といえばランス、ランスの中でも盾が大きめな武器を選びました。頭パーツのトサカがアクセント。装備の色を緑にすることで全体的にまとますと思います。まとますと思います。皆さんどうですか？全体的に緑にすることによってまとましてますか？ちょっと難しいんですけど、非常にまとまってて、防御力も高い感じになってるんじゃないかなと思います。皆さんね、ぜひぜひ、もっちさん、考案の、鉄壁よって無敵、こちらにご投票、よろしく、お願いします。いやー、重そうですね。はい、ということで、男性部門二つ目のエントリー。むつきさんからのエントリーで、機動ファンゴです。武器が、ごついヘビーボーガン。頭が、ブルファンゴフェイク。胴がセルタス X レジスト。腕がリノプロガード。腰がザボア X コート。足がガムートレギンス。頭が腕に合わせて紫。胴が腰に合わせて水色。腕が腰に合わせて水色。腰は胴に合わせて深緑。足は胴に合わせて緑。色の調整が面倒ですみません。鋼の装備を身にまとう攻防一体の不動のファンゴです。よろしくお願いしますということで、エントリー誠にありがとうございます。かっこよくないですか？これ。このね、真ん中がすごい緑でまとまってるっていうのもいいんですけど、この腕、セルタス X レジストと足のガムートレギンスがですね、こうまるで同じ装備のような、ね、一式装備のような感じでまとまってて、さらに、もうがっつりがっつりで何か弾が飛んできても腕でカツンとこう、弾いたりとか、攻撃とかもキックで
防いだりできそうで、非常に防御力高くて良さそうだなと思いました。またこの頭のファンゴもいい感じですね。ということで、むつきさんの起動ファンゴご投票お願いいたします。はい、ということで女性部門の一つ目ご紹介いたします。女性なのかっていう感じしますが、ぐっちょんさん、うちのね、最強の選手権の超常連のぐっちょんさんからのエントリーで、地下遺跡の石像兵です。武器が7テスカトリのヘビーボーガン、頭がフィリア X ヘルム、そして胴がウカムル X ウルンペ、腕がグラビド X ガード、腰がベリオ X コート、足がディアブロ XR レギンスです。遺跡平原の地下に存在する古代遺跡を守る石像。相棒は7テスカトリを扮して作られた石像、通称ナナちゃん。2体は遺跡侵入を目論む者を一切許さない。ウカムの胴がフィリアの頭、グラビの腕、ベリオの腰といい感じにマッチしています。注目すべきは攻撃にも防御にも使えるごつそうな左腕。これはごついですね。で、腰がペラペラなので、足のディアブロのトゲトゲしいごつさでカバーをしています。設定上このヘビーにしてはいますが、モラクなどのいかついヘビーなら何でも合いますよということでございます。わざわざね、設定まで。ありがとうございます。このヘビー、私初めて見たんですけど、本当に石像っていう感じで、かっこいいですね。いかがですかこれ。まあ女性か男性か、まず判別が不可能なところもかなりポイント高いと思うんですが、防御力も非常に高く、さらに遺跡を守るような着替えもあるんじゃないでしょうか。皆さん、ぜひぜひ、グッチョンさん考案の地下遺跡の石像兵、ご投票よろしくお願いします。はい、ということで女性部門2つ目のエントリー、ドラミさんからのエントリーで、ガードの固い先輩です。武器は未開を照らすケイド、頭が知略のメガネ、胴がヒーラーベスト、腕は団長の腕輪、腰が三眼の腰飾り、足がルドロス R レギンスです。こちらの R レギンスは限りなく黒に近いグレーにしてくださいということです。露出は少ないですが、それでも結構いい感じの出来になりました。いかにも業務連絡以外でメールとかしなそうなガードの固い先輩。今回こそは予選突破できますように採用お願いしますということで。まあ、別の意味で防御力。確かに高そうですね。露出ないですね。隙がないです。短パンだと思ったらちゃんと黒タイツっていうのがね、結構得点高いかなと思います。なかなか落としづらそうな先輩になってるんじゃないかなと思います。まあ、見てる。この動画見てる、なんかイケメンのあなたからすると、まあ、ね、そこでこんなやつ防御力弱いわ、そこ落ちるわ、みたいな風に思ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ私には非常に落としにくい先輩だなと思います。ちなみに髪の毛は黒と青の中間なんですけど、ここに来たら結構黒っぽく見えて、かなり自然に見えますね。まあ、ぜひぜひ、ドラミさんのガードの固い先輩にご投票よろしくお願いします。はい、ということで、今週のノミネート作品以上4作品です。この動画のコメントに、このように、投票先を用意しておりますので、すごいいいなーって、これ使ってみたいなーって思った作品がありましたら、こちらのコメントに、いいねを押して投票していただければなと思います。で、皆様のね、投票で、この、最優秀賞がまた決まりますので、ぜひぜひご投票よろしくお願いします。そして、次回のテーマは、こちら。5000兆円持っていそうな装備。5000兆円欲しいですからね、その5000兆円を持っていそうな装備を考えて、エントリーしていただければなと
思います。で、装備のエントリー方法、ご応募方法は、こちらの動画のコメントに、エントリーしていただく形になるんですが、エントリーのテンプレートに関しては、この動画の固定コメントにございますので、そちらをコピーペーストして、使っていただければなと思います。注意事項があります。そのエントリーの固定コメントに対しての返信でのご応募は受け付けておりません。まあ、集計上ちょっと難しくなりますので、必ずエントリーはですね、独立のコメントで、書いていただきますようよろしくお願いします。そして、さらにですね、もう一つ、たまにいらっしゃるんですけど、これあくまで見た目装備選手権なんで、防具合成ができるものに限らせていただいております。武器はいいんですよ。武器はいいんですけど、防具に関しては、防具合成ができる防具のみで組んでいただきますよう、ご協力よろしくお願いします。締め切りはいつも通り、日曜日の23時59分になっております。皆様のご投票およびエントリーお待ちしております。ということで、今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますので、チャンネルの登録よろしくお願いします。そして、チャンネル登録をお済みの方は、高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。バイバーイ。エントリーお待ちしてまーす。